V とジョングク年団の両方との恋愛噂に巻き込まれたトワイスの美しさは誰ですか？ K-POP の報道ニュースによく注目するなら、トワイスの2位が防弾少年団の V とジョングクの両方に関連しているのを見たことがあるでしょう。トワイスは、中国、日本、韓国の9人のメンバーで構成される有名なガールグループです。そしてトワイスの注目を集めた美女の一つが2位。もちろん、K-POP で最も美しい顔をした女性アイドルとして称賛されることがよくありますが、ファンはそのような才能のある女の子が誰と付き合っているのか疑問に思うことがよくあります。そしてそれが噂がますます生まれた理由です。トワイスは、中国、日本、韓国の9人のメンバーで構成される有名なガールグループです。そしてトワイスの注目を集めた美女の一つが2位。もちろん、K-POP で最も美しい顔をした女性アイドルとして称賛されることがよくありますが、ファンはそのような才能のある女の子が誰と付き合っているのか疑問に思うことがよくあります。そしてそれが噂がますます生まれた理由です。別の編集された写真は、自分撮りをしながら親密にポーズをとっている二人のアーティストを示しています。しかし、それらは本当に単なる空想です。そして、式典の間にお互いを見ることは交際であると考えられるならば、この結論はあまりにも急いでいるように思われます。ジョングクに加えて、ツイが防弾少年団のメンバー V と付き合っているという噂もあります。その理由は、V がツイが参加したコンサートの写真を共有したためです。当時は同じ黒い服を着ていたことが多かったので、カップルだと思っていたネチズンもいました。これまでのところ、JYP エンターテインメントもビッグヒットミュージックも、ツイ V、ジョングクが関与するいわゆるロマンスについての情報を確認していません。したがって、これら3人の K-POP 歌手のファンは、彼らが本物であることが証明されるまで推測するべきではありません。この問題については、多くの地味なネチズンも意見を述べました。あるファンは、彼らには、交際の説得力のある証拠がない。他の可能性を受け入れずに、一つの詳細だけに焦点を合わせるのは間違いです。例えば、彼らはただの友達かもしれません。別のネチズンは、私は軍隊であり、BTS メンバーにとしたり所有格を持ったりしたことは一度もない。でも、我慢できないことが一つあるとすれば、ファンが全てを分析しすぎて、噂を広めているということだと語った。ビデオ全体をご覧いただきありがとうございます。このイベントについてコメントや個人的な意見を残してください。ありがとうございました。